三尾くん。はい。またすごいものを発見してしまいました。またですか。見れば見るほど肌が綺麗になるアニメ。見るだけで？見るだけで。見るだけですか、本当に。見るだけで肌が綺麗になる。じゃあ嘘だわ、それは。そのアニメは、転生したらスライムだった剣。通称、テンスラ。おぉ、ふざけてますね、名前が。まず、テンスラ、どういったアニメなのか。聞きたい。異世界転生して、強力なスライムとなった主人公が、仲間や配下を増やしつつ、魔物の街を作って、コミュニティを発展させていくファンタジー作品。強力なスライム。強力なスライム。スライムに強力なんてないですよ。このアニメを見ると、肌が綺麗になるんです。だから嘘だってそれは。私はテンスラを見ると肌が綺麗になるという法則を発見しました。何回も聞いてよ。だから嘘だってそれは。美肌になるために必要な要素。その1。その1。水分をしっかり摂取。ああ、しっかりしてる。肌のトラブルはターンオーバーの乱れが一つの原因として挙げられます。ターンオーバー、よく聞きますよ。正常なターンオーバーに必要なのは、水を飲むことですが、多くの人が気づかずに水不足になっている可能性が明らかとなっています。ああ、どげんがせんといかんですね、これは。しかしテンスラならこの問題を解決できます。どうしてよ。激しいバトルシーンを見て興奮して喉が渇く。あれ、そうすると水分を摂取したくなってしまう。あれ、では次のスライドをご覧ください。ああ、あっさり。美肌になるために必要な要素、その2。その2。入浴による血行促進。大事。入浴には血行促進の効果がありますが、やっぱしかしてる。シャワーよりも浴槽浴することで血流量がアップし、ターンオーバーがうまく機能することが分かっています。なかなか湯船に浸かるってね、めんどくさいですからね。とあるアンケート結果によると、約 80% の人がほぼシャワーだけで済ませていることが判明しています。いや、耳が痛い。これでは血流量がなかなかアップしないですね。なるほど。しかしテンスラならこの問題を解決できます。どうやってよ。言ってごらんなさいよ。露天風呂のシーンが最高に気持ちよさそう。毎回あるんですか。毎回本当に露天風呂のシーンがあるんですか。それによって浴槽に浸かりたくなってしまう。まあやっぱりね、人が気持ちよくお風呂入ってるシーンっていうのはね、見ていて私も入りたいって思っちゃうからね。そうですね。いや、これはちょっと肌がトゥルントゥルになってきてますね、今ね。次のスライドをご覧ください。いや、あっさりしてんだよな、さっきから。美肌になるために必要な要素、その3。カラーバス効果。あれね、あれだ。あれですね。あれだね。カラーバス効果は脳科学で説明すると、 RAS によってスコトーマだった事象が拾われることでセレクティブアテンションすることを言います。セレクティブアテンションだ。つまり肌が綺麗になりたいと強く意識することで自然と美肌になるということですが、実際には強く意識することが難しいのが現状です。邪念がたくさんありますからね。しかしテンスラならこの問題を解決できます。まあ、その前にちょっと RAS とスコトーマとセレクティブアテンションがちょっとわかんないけど、なんでよ。ツルツル肌のスライムを見ることで美肌をどうしても強く意識してしまうということですね。スライムのあそこの部分、肌って言ってるんだ、あんた。肌が綺麗になる要素。あ、もう全然聞いてくんない。1、水分をしっかり摂取。あ、大事。やっぱ一番大事、これが。2、入浴による血行促進。これも大事。3、カラーバス効果。あれだ。これらの要素をテンスラを見ることで全て解決できるんですね。まあ、やっぱ興奮して水分欲しくなっちゃって。そう。露天風呂のシーンが気持ちよさそうだから、あ、じゃあ私もお風呂入ろう、シャワーじゃない湯船に浸かろうと。そう。で、なんかわかんないけど綺麗になりたいって強く思うと。スライムのツヤツヤのあの肌なんですよね。あの肌を見たら私もスライムみたいになりたいと。それはカラーバス効果だと。ありがとうございます、本当。さあ、皆様もレッツ美肌やるっきゃないでしょ、これは。やるっきゃない。